2万もの大軍が集結したのだから、直接大衆だけに進撃すればいいではないですか。上次咱们2万人打了1000倭寇，打了半年都没打。你的新兵只有3000人，怎么去应战？折将兵讨倭寇，已经是个定局了。京兄再三催促，一月破敌之日只有20天了。最近呢，赤渓谷という文武両道の将が。时势之阴必有忠心，堂堂权责岂不蔡用？大人，我听讯宗主信君。这一仗你只能赢。